えー、高平さんあの2月のね、えー、大雪の時に2回あったんだけど、はいええ、どこにいたの僕はうちにいました本当 1>,、ええ、1>, 1回目ね2月9日今でも覚えてんだけど、ええ、デリーから朝7時に成田に着いたの来ましたよつ、あのー、けないかなと思ったらね JAL の基調頑張って着いたんですよ、ええ、でやったと思ったら着いたはいいけど成田難民になって<ー> <laughs> あの時は6,000人ぐらい成田に取り残されたっていうか,か前の日から来てた人たちとかあの、まあ、着いた夜着いた人たちとかもうすごかったですね<ー>で、まあ、関東道がね<ー>あの通ってないっていうのは、まあ、雪だからしょうがないかなと思って<ー>じゃあ下で行こう、まあ、ミニでスタッドさんでねよっしゃ昔の全日本の DCC ウインターラリーの覇者としてね まさに俺俺のために雪が降ったみたいにえ、それちゃんとスタッドレスタイルもちろんもちろんもう僕はうちの事務所も全社11月になったらースタッドレスに帰ろうという指令を出しますからまあまずその辺が、うん、多分関東の まあ平野部に住んでる大都市近郊の人たちは「えっ?」ってこう,う、ね、あると思うんですよ。でまあ昔から高橋さん知ったけど僕はやっぱそばの四駆でラリアスだから、はい、まあ自他共に認める四駆親父じゃない。はい、なのでまあただ見には四駆じゃなかったんだけどねうん、うん、まあでもマニュアルだからなんとかなるだろうと。うん、もう成田でねルンルンってデリーから帰ってきたら「何?」みたいな感じでしたね。うんうん 僕も雪国出身しかもラリーを追っかけてたしそういうのがあるんでまあそういう経験があれば積もるか積もらないかこの先温度が冷えるからこれは残るか残らないかとかまあ親父のたわごとじゃないですけどなんかうちのスタッフと一緒だったんだけどスタッフはね「えっお前何レガシーだろ?」って「あそうですじゃあ清水さんお先いってちょっと待ってるよ」って。 いや清水さんもスタッしたから大丈夫ですちょっとねあの四駆じゃないっていうよりもやっぱ見に車高低いじゃないそうですねだからわだちで髪の子なって俺一人でね,でね、うん、千葉の中で取り残されてどうしようかなってちょっと不安だったんだけど、はい、まあスタッフはもうレガシーでそそ,そこさと帰ってったから、うん、くっそーと思ってねあいつより先に東京ついてやろうと思ってななるほどなるほほどど <laughs> サバイバルゲーム始めましたよまあ 本当に雪が深くなると、うん、まあこういう雪の話は多分これから将来というか次のシーズンそ<う>そのまたその次のシーズンにわたって使える話だと思うんでまああえてちょっと話題に選んだってこともあるんですけどす、ね、まあ河倉の連載記事にもちょっと書いたら「あの時公会から原稿,原稿書いて」とかねだからまあ,あ<ー>やっぱ雪のサバイバル術って分かったそうで分かってなくて。そそううなんでです実は いそういう、まあ、j f のホームページとか、うん、そういうところでこう配っているものなんかは本当に基礎的なもので何、うん、て言うんでしょうねまあ実践的じゃないしね当てにならないんだよね、うん、まあその場にいたらどう,どうやってサバイバルするかっていう判断の問題だったねそで,そ,で,でそのまた翌々週ですかもうあの関東近辺が14日バレンタインの日ですよね。うんもう なんか高速道路上にもう丸一日ぐらい閉じ込められた家族連れとか、うん、そういう話題も出たじゃないですか。うん、で、十七号ですか。八丁、うん、の方はまあこれこんなに広範囲にわたって通行止めになって。真っ黒。真っ黒です。<laughs> もうこれ十四日ですよね。ええ、次のあのバレンタインの方のやつです。うんうん、で。 もう薄い峠の辺りはもうトラックだけじゃなくてその間に挟まれた乗用車もずっと缶詰でっていう、うんうんまあ、中央高速も大月の辺りでなんか3日間ぐらいね出なかったって話聞いたけどねそまあその最初の,その千葉でねあの成田から家まで結果的に5時間半かかったんですけどその時何が大事かって情報なんだけどまず JATIC の情報は当てにならない。 ジャティックは大丈夫だと思ってる。道行っても結局はまあローカルにあのスタックしたりしてしたり、押したりしてる。車の渋滞はジャティック上は出てこないじゃない。はい、だからあの時ね。うちその時ミニでホンダ車じゃなかったんだけど。まあホンダのインターナビはどうだったのかなとかね。そうそうそう考えました。僕も、うん、今こんなにその。 ッデータとかプローブ情報って言われてそれをもう活用してるとかさ、うんざんみんなあの大声で宣伝してるくせにいま、うん、だに JATIC とあとすごく不思議に思ったのは、うん、高速道路に乗ろうと思ったらまだ全然何にも出てなかったから、うん、もう積もり始めてるのに乗っちゃったっていうインタビューに答えてる人が多くて。うんそ,うん、その 判断はどういう基準からこの人はやってるんだろうと、うん、でまあその人を結果的に3日ぐらいお月の手前でこう車を置き去りにし,したけ。だから多分ね、そのネクスト東中西にしてもね、あのあるいはあの泥情報を出す側にしても、まあある多分プロトコルがあると思うんですよ。はいはいそうです。どこどこの場所でつ何センチ積もったらあのやめにしようとかだから。 そううじゃなないようなもっとこう細かいその状,況状況の変化っていうのはやっぱ起きてきてるのでそういう物事を決めてるとまああるプロトコル上は問題ないと、うん、だから渋滞もその地震東日本大震災の時の東京都内のねあの道路情報は全く車が動かなかった時に実は渋滞してないっていう情報が出てたんですよね。 そうなんですか。うん、要するに動いてないから、ええ、意外と、うん、意外とデータがデータ上は、なるほど。という例も実はあって、まあそれは国もかなりその後ね反省したりしてるんですけど。でね笑っちゃったのはね、まあ十六号でいけばいいやと思ったら、まあ十六号もダメなんですよ。うん、でどこをどうやって？成田市内もダメなの。うん、それでもう一人のスタッフとね、お互いに情報を 交換しながらお前今どこ走ってるどっちがいいとかってやってんだけど常に俺のが先なのよ。<ー>だから俺がプローブの情報提供者になってね。なるほど。四クのレガシーが情報をもらう側になってね。なるほど。なんだよミニでの FF の自分がそのなんか先兵になってね。まあそれでもうちょこ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 っとこう裏道行ってインバの方を抜けていくんですけど。はい。あの木が倒れてたりとか、うん、あの踏切の上りがスタックスんですよ。 そんな時に「一時停止するなって言いたいんだけどさ、うん、電車だって止まってるわけじゃない、うんうん、でも一時停止止するからみんなそこで止まっちゃう、ね、いやすすごくよくよわかります、うん、あのうちの自宅の近くの裏の方の世田谷もちょっとした坂と谷がいっぱいあるところなんですけど、うん、そこをみんな恐る恐る走るがために一台がスタックして、うん、その後またスタックして、うん、とこう数珠つなぎで サグ渋滞が雪の中であの非常に低いスピードで起こってるような感じになってるそ,、ねまあ、その多くはもう夏タイヤがさ動けないから放置されたり止まってるんで、はい、まあチェーンからスタットしたんですけどその時にねおかしかったのはね CX5 はねスタックしたりするんですよ。で、えー、よく見るとチェーンをフロントに巻いてたりするんですよ。あれあれ4駆じゃなかったのと思ってね まあ後日、松田に聞いたらねなんと FF が70%売れてて3割ぐらいしか4個売れてないんだってだディーゼルは7割売れたんだけど駆動システム上の4個は逆に売れてないとまあ最近ああいう SUV ちょっとクロスオーバー SUV は。 もう肉でいいやっていうのが、ね、そう、ディーゼルで値段高いじゃない。うん、で,、ね、で肉でだからそんな車を設定したマツダがね、ダメちゃんでダメダメでその後もマツダの外上の方の人にね,ね文句言ってね。<laughs> CX5 ね SUV でディーゼルでね、うん、そもそも FF を作るなんて、ね、もうそのためにみんな迷惑したんだみたいにね、<laughs> もう見た目で。 雪に強いいんじゃないかってこうやっぱり思い込みがありますし、うん、まあ逆にあとつまり四駆だからこのぐらいの雪だったらタイヤは大丈夫だとかあるいはその、うん、動けるから走り出したら止まれないとかまあその辺についてはいっぱいあるんだけどそれで松田に聞いたら「あの北海道では四駆は売れてるんですからね」って言うからちょっと待ちなさいと。 北海道の雪は実は実二輪駆動でも走れるよ、うん、山坂そんなないし道広いしねあの雪が水分が少なくて抵抗がないから関東の雪ほど重くて走行抵抗が大きいから実は駆動力が必要で,で関東だから四区で北海道は二輪駆動じゃないのっていうことが やっっぱまだ自動車メーカー分かててなくて世田谷通りで次の日驚いたのが、うん、多分清水さんもそのインバの方県道国道こう行ったり来たりしながらそうすると誰も走ってないところは意外にこうスムーズに走れるけど<う>ちょっと表通りに出るとチェーンでほっくり返されて変に固まったあれが非常に立ちが悪いしこうずるっとはまって落ちちゃうと怖がってそこで止まっちゃってもうん。うん 抜け出せなくなっちゃうとか、うん、ああいう例はつまり本当の雪国にはないじゃないですか。ないんですよ。だからもう全然走ってるような問題さ。そうそうそう。だから運と駆動力は実は関東の雪の方が必要なので、うん、あの東京こそ四駆だっていうのをね、やっぱりもう一回現実から学ばなきゃいけないなと思ったんですからね。そうですね。それと同じように ESP がついてると、うん、そういうところでずるっと来てもすぐこうシャットダウンしちゃうんですよ。で ああいう時はかえってホイールスピンさせたまんま勢いを殺さずにみたいなことはつまりもう身に染みてるから自然とやっちゃうでしょそうだからそれもねタイヤのメカニズム上はね、あのー、スタッドスタイヤも折、あのー、中先断抵抗で先断力でグリップを出すメカニズムもあるわけですよ、うん、テカテカのバーンと違って、うん、先断力ある程度スリップ率が上がっても摩擦力っていうか駆動力を得られるから。 結局トラコンでグッとエンジン絞られたらそこでスタックしちゃうんだよね<う>だからもう真っ先に成田空港も料金所からトラコンオフよやっぱりうんな使い物なんねえのそ,それはだから <laughs> 滑る時こそこれを使ってくださいっていうふうなのがつまりなんて言うんでしょうマージンを取る側の言い分ですから、うん、そこはねなかなかやっぱりこう頭切り替えられないんですよ、うん、でまあやっぱり多くのねあの自動車メーカーの人もカタログも雪道では横滑り棒数値 ABS トラクションコントロールは安全装置で、うん、誰でも走れますみたいなこと書いたんだけど実は関東ののはそそいつが邪魔をすするとその通りです、うん、もう何て言うんでしょうねそれ全て正しいこともないよというか例外があるよとかだからやっぱりあそこからいろんなことをいくつかこう学んで過剰、うん、書きでもいいからね、うん、やっぱりは発信していかなきゃいけないって言うんで、うんまあ、自動車工業界の,あの機関紙に原稿書いたんだけど。 あの関東の雪は滑るんだけど実は走行抵抗が大きいそれで滑るこの相矛盾する性質が同居しているような路面なのでまあ20キロ以下ではそのタイヤは少し滑らせながらもガンガン行かないとダメであとねツインクラッチがダメでしたね。 あーすごくよくよわわかるわ、うん、まあそれは14日帰ってきて東京の雪の中でね、うん、乗った時にやっぱダメだったたにやぱだね、うん、こう微妙な一定トルクをコントロールしたいとか一定駆動力をこう、まあ、スリップしても与え続けていたいとか、うん、そのモメンタムをコントロールしようとする時は、うん、やっぱり。 自分の足でやるか、うん、あとはこうトルコンでスリップ率が変わらないやつの方がいいですよね、うんうん、自動でそう,そうで、ね、繋がったり離れたりするとまあ,あの要するにデリケートな技術だからやっぱり半ラ状態を続けたくないじゃない壊れるからだから、うん、コンピューターがエンジンでストールしたでしょ、うん、そうするとこう一個一個のわちでウブウっていった時に多少タイヤ滑るじゃないその領域を嫌うからやっぱりツインクラッチってね まあシティボーイの技術なんだなとなとるほどねだからあのフォードのクーガが、うん、SUV はトルク1ティじゃないフォーカスはツインクレ使ってるけどあそうですねだからちゃんとね使い分けてんだね確か,確かに確かに確かに本当にその方が絶対走りやすいと思います、うん、だから結局マニュアル、うん、まあ一歩譲ってトルク1ティ。これにかなう技術はまだないなうんその。うん 堅牢でロバスト性が高い、うん、いろんな路面変化でもサバイバルできる技術は何かって考えた時ね、うん、そうですね今ちょっと、うん、DCT ツインクラッチのキ、うん、アボックスもちょっと見直すという方法で、まあ。ホンダなんかもう本当にリコールしてるしねボ、うん、クスワーゲンも中国で、うん、DSG のリコールがあ、ね、でるし、ね、大掛かりなあれになってますし。その一方でもう Q AT なんんんてててててのがが出てききてどんどんそっちが進化してきてるから、うん、GM フォードも910やってるしメルセデスも今年秋に E クラスから急速トランスミッションが出て、うん、AT が出てくるしねだ意外と今こう時代が少しトルコン AT 見直されてそうするとなんかねあの松田が言ってたことが正しいんだなってこうちょっと思うようになってきたね。うん確かに でもそれ昔だったらもうすぐ揃えて、うん、あえてこうシャーベット状の雪作ってやりましょうっていう感じですよね、うん、いわゆる氷の上でダーッとこう滑るんじゃなくて、うん、そういう難しい雪道の、うん、生きた路面でねそれのドライビングスクールやれないですかね、うんうん、だからそれは多分あのスタックランドでいいんだよ。 雪雪じじゃななくてデーネででそうですね同じだもんん<で>関東の雪なんて小さなコブを作って、うん、それを超える時にはじゃあどうするかみたいな、ね、そうことね雪道っていうとあの北海道とか、まあ、いわゆる北国でいうとね、まあ、40キロとかスピード出ててこう横滑りしちゃうが危ないって思うんだけど関東の場合まず動けるか動けないかのところが勝負だから020キロの走破性の。 テククニックっていううのはまた違うよねそ,うそこは電子制御邪魔だからそうですね、うん、まああとやっぱりこう百、まあ、歩譲って東京都内、うん、まあ成田から東京都内まで来る人たちがどうしようってなるのは分かるんですけど、うん、やっぱりあの前橋から薄い峠とか大月からあの勝沼とかあの辺でちょっと雪降ったぐらいでどうしようもないっていうふうにあの思わないで時々降るんだからっていうふうにこう、うん、そうだね。 であとやっぱりね、まあ、道路会社の,あの高速道路が OK だから入っちゃったっていう人いるんだけどやっぱり道路会社のその行ける行けないという判断じゃなくて自分で、えー、例えばこの雪はもうレースで言えばね赤旗相当なのにまだレース続けてるようなものなんだよ。まだ旗出てないから大丈夫だと思った。だからやっぱり うん、高速道路はまだ入れるんだけど、今日はやめとこうと、で会社に電話して、ちょっと帰れないんで、えー。経費かかるけど、一泊してきますと、その時に会社側が。それは正しい判断で君って、言ってあげるような、そのさあの天候不順に対する、社会全体の。ね、あのもっと準備のね。そう,ねそういう、うん、君子危うきに近寄らずっていうことが大事で。うんうん、全くそう思います。うん、本当に、厳しい時は近寄らない。うん だから、高速道路会社がもっと早い時点で赤旗立たなきゃダメだよね。そうですね、うん。で、空振りしたら空振りしたで、あの、うん、不幸になる人は少ないんだもん。そういうことにもこう。ちょっとそのコンプライアンスというか、うん、その天気予報でも通行止め。情報でもな、うん何だよ。大丈夫だったじゃないかって言って、うん、怒るんではなくてとそうでも大丈夫だったけど、それは？ あの緊急車両とかが通れる余裕をそのアロワンスを残して早く通行止めを出してで実際通れたけどそれはいざという時の緊急車両用にあ,のあるいは本当に雪に閉じこもった人たちをその助けに行く自衛隊の人たちの道路として確保するというようなことを考えなきゃダメだね全くですね、うん、あの本当にそれを考えるとちょっとゾッとします。うん、完全に孤立した そこにじゃあそういう事態が出たらどうするんだろうと思いました。うんうん、まあこれから雪降ったらちょっと俺に聞けと。うん、はい、じゃあちょっと。これはまたあのまたやりますから。あのしばらくこれ面白いね。忘れてますけど、はい、また雪は降りますので、うん。はい。はい